ってないんでね、一つずつ返していかないといけないですね。そうですね、うん、お石川抜け出してマイナスのクロス合わせてきたぞ。かわしていく橋本から中につけた左足でフィニッシュ。パス交換、澤井が前を向きました。クロスが上がってくる、高井のシュート。左サイドを選択、高井のところにボールが届きそうだ。さあ中には小松もいるが、大外草野ファーサイドに持ってきます。ファーサイドヘッド、ゴールインをかけます。山口です。小松が流れてボールを受けた。裏で欲しがっていたのは河合ですが、フォーで浮田だー。ゴール山口預けていって、オフサイドはない、通って残した、チャンスになった。高い、つながる池上、シンプルに裏でまた高いを狙う。おっと、そこ通っていった、小松だー。高いです。ここはうまく使ってエリアの中、さあチャンスになる、ゴール前、左足決まった。シンプルにやることも大事なんですけれども、相手を出し抜くようなね、はい、ちょっと気を利かしたプレーが落ち着いてできれば、中に入れてきた、ヘディング、最後は澤井だ、はい、ここはヘディング突き刺しました、山口。ゴールは渡辺、183cm、小松もいる、渡辺の越えて右足のシュートが決まった。上がっていってニアサイドを競ったところ、ゴール左隅、草野勇気落として狙っていった、こぼれて押し込んだにはできてますけれども、まあ、でも今のようなミスっていうのは、お高い、ここはスピード上げた、高いだ、高い折り返し、島屋放送の時にも、うん、かわいいです、かわいい、かわいい、ぶち抜いた。高いがタイミング外して、最後は冷静に決めていきました。シンプルに前線に草野キープしてシュートだ。落として石川、ファーサイドフリーだ、河合歩、ゴール前には草野がいるぞ、草野フリーシュートだー。石川から草野抜けた、草野、山口同点。ただ、まあ、山口の方がこれつなげますからね、はい、こぼれた、入ってきて決定だ、シュートだ、返した。鉄のボランスポジションというよりかは、はいはい、で田中、あとその池上からのボール、おっ高木、高木ゆき、あと河合の前、金沢なんとか、ここはいやもう下がりながらですが、ここは野が決めた。さあ石川パワーゲリット、シンプルに入れて大月落として、池上のところ左足のシュートが決まった。アンカーのような形になった時に一人はそっちを抑えに行くというような感じになってますね。高井のブランドが大月、中央には真鍋と大月、直接になってきた、どうだ、これが吸い込まれていく。ファーを狙ってきた、ヘディングのヘッド、たんですが1対0という展開です。そして草野裏を狙う得意のプレー、キーパーと1対1だ、シュート、動き出してから高井が狙った、決めた。一回渡辺広文に合わせてますけれども、今度もファーサイド外から来たセカンドボール、決めた。もう一度高木戻す、田中渡る左足、追いつきましたレノファ山口。高井一馬が右、田中またいだ、高井一馬、もう一度弾き出す、最後渡辺追いついた山口、ね、はい、
逆に奪い返してその後よく抜け出しました。さあ1対1